それでは3つ目のキーワードに行きましょう。じゃん女性ゴルファーが業界を元気に、はい、ということで、これはいろんな意味合いを含んでいます。どういうことでしょうか。はい、少子高齢化によってですね、日本全体の労働人口が、はい、どんどん減っていきますよね、うん、それに、その経済を回す基盤になるときにですね、女性の正規雇用の労働人口が増えていくことがですね、活性化の一つになるということは、うん、まあ、前回、はい、バックナンバーで深澤由里さんとか、はいはい、そうなんです、ね、皆さんもすごく、はい、そういう意味で、はい、同じようにですね、ゴルフの人口っていうのは、うん、どんどん減っていきます、はい、ただその全体のゴルフの人口の中で、うん、大体2対8ぐらいで男性の、スポーツだと思われてるんですね、うん、圧倒的に男性多いですもんね、ゴルフはね。そうですね、はい、そして今ゴルフ場のメンバーさんっていうのも、うん、どんどん高齢化が進んでいて、メンバーさんがこうどんどんもうシニアになって、もうゴルフができなくなってしまうメンバーさんが多くなって、はい、でそこを補填するのにですね、女性のゴルファーを増やすと、はい、女性のゴルファーを増やすと、はい、はい、で産業ですから、うん、そういう意味ではゴルフの市場っていうのは、女性が増えることによってこの産業の活性化になると、はい、これは日本の経済の構造と同じような構造になっているんですね、うん、でゴルフっていうのは実は皆さんご存知でしょうか、いわゆる利用税というのもありまして、はい、その地元の方たちの市町村に、ゴルフをするたんびにですね、うん、お金を徴収されて払っているんですね、はい、でそういう意味ではその地域おこしと連動することが非常に大事なので、はい、はい、ゴルフ場がある地域の人たちにとっては、そうです、そうです、自分はゴルフしなくても関係ない話じゃないですね、今聞くとね。そうなんです、そうなんです、活性化できるので、はい、そういう意味では、まあ、今後ですね、ゴルフ場と、地域が連携していくことっていうのはとても大事ではないかなと思います。ですからそういう意味では、はい、観光産業と、ゴルフ場っていうのはとても結びつきがもっともっと強くなることによってですね、まあ当初インバウンド訪日外国人のゴルファーということを大きく言っていたんですけども、はい、国内でのゴルフツーリズムをもっと、うん、内需で活性化することによってですね、もっともっといろんなビジネスチャンスが出てくるんじゃないかなと、はい、それによって、地域の経済を起こせると、もうすでにそこにはもうそういうゴルフ場がもうたくさんある市町村がいっぱいありますので、はい、北海道には今言われている165コース、ゴルフ場があるので、すごい、そんなにあるんですね、はい、で夏だけじゃなくてゴルフ場を活性化するということで、はい、ノースというザ・ノースというノースカントリークラブでは冬に、はい、スノーアクティビティを、ゴルフ場を使ってですね、外国人、もう1万8000人ぐらい3ヶ月間で、まあ、ここは海外なんですけども、はい、雪を使って遊ぶエリアとしても動員されてるので、うん、はい、海外の方はいらっしゃると結構長期滞在されるから、いろんな遊びを堪能したいかもしれないですね、はい、そうですね、ですからゴルフ場という施設を使って1年中、いわゆる収益をこう見出すことが、うんうんうん、不可能ではないということですね、うんうん、はい、そうするとなんかこう回り回って地域が潤ったり、回り回って女性のこう雇用のまた場が活躍できる場が広がったりということにつながるわけですね。そういう意味では、うん、ゴルフ場というのは、はい、やはりクローズする期間があるので、うん、正規雇用の数が非常に少ないんですね、うん、ただ冬の時期にそういう、仕事として、はい、事業が動いていくと、はい、正規雇用の可能性も非常に出てくるので、はい、そういう意味ではゴルフ場ってその一部のゴルフの好きな人だけのため の、お金が回っているように思えるんですけども、うん、実はそうではなかったと、うん、はい、そこのこうアイデアを出すのも割と女性の方が得意かもしれないですね。そうですね、男性だとやっぱりゴルフは夏だよね、そういうようなイメージでいるかもしれないけど、うん、冬の間とかこうちょっとした期間にこういうイベントしましょうよとか、地域でこう盛り上がって、そうですね、焼肉やったりしたら怒られるかな。いや、いいかもしれませんね。、ゴルフ場にね、本当にゴルフをしない方はいらっしゃる機会が少ないと思うんですけども、はい、周囲をランニングコースにね、うん、開放するとか、はい、それからトライアスロンのような、はい、そういうもうきれいに整備されているので、いろんな可能性がいっぱいあると思うんですね。はい、はい、でスナックゴルフっていう、はい、いわゆるゴルフ
までいかないんですけど、小学生からできるそのなんていうんでしょう、スナックゴルフっていうのがあるんですけども、はい、ちょっとパークゴルフのゲーム性の高いみたいな感じですね。それはもうあの、はい、醸成されて、兵庫県とかではすごくもうあの地域の、小学校とか教育委員会と一緒にやってるようなところがあります。はい、そうなんです。あのゴルフ場に行ったことがないという方もたくさんいらっしゃると思うので、いろんな機会でまず行ってみると、あ、こういう場所だったらこういう使い方もいいわねっていうようなご提案はやっぱり女性から出てくるでしょうね。はい、面白いですね、そういう、そうですね、その中から、いや、どうせだったら私もゴルフやってみたいとかね、はい、出てくるかもしれません。こう女性ゴルファーはそういうわけでですね、あの業界を元気に、そして北海道を元気にしてくれるんじゃないかとおっしゃる高橋さんです。はい、ということで、いよいよもうゴルフシーズンがね、本格的に始まりますので、ぜひ皆さんも こちらブルックスさんもこのようにシミュレーションができますし、お楽しみいただきたいと思います。今日のゲストは北海道ゴルフ観光協会代表幹事の高橋直子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。